はい、坊場住宅地ですね、今度は、逆側の端っこですね、ソーラ住宅地区に行きました。1997年8年ですかね、僕が22年前にドイツフライブックにやってきた時にすでにですね、この、ソーラ住宅地区という形のですね計画がありました。当時からですね有名著名だったロルフ・ディッシュというですねソーラ建築家によって、その当時ですね、まあ、実験とかのプロジェクトではあったんですが、一つのですね住宅地エリアが太陽光発電でその住宅地エリアで消費するですねエネルギー量よりもたくさんのですねエネルギーを創造するみたいな、そういったですねプロジェクトというのは少ししかなかったわけです。もちろん当時の太陽光発電非常に高価でしたから、屋根の上はですね建物の所有者あるいは投資者がですね、直接太陽光を所有するのではなくて、地域の中においてですね、市民ソーラーと言ったらいいんですかね、全量買取があった時期ですから、一口いくらというような出資でお金を集めて、屋根すべてをですねソーラーに変えております。で向こうの方ですね、奥の方に見えますのが商業ビルになってます。ペントハウスの上にはですね、また住居が乗ってたりするんですけど、この商業エリア、それから住宅ですね、これ10棟の木造建築3階建てというのが、メズネットでですね長屋形式でつながってるわけですけど、そういったものの、エリアが、エネルギー収支をするとですね1年間でプラスエネルギーという形になってます。そんな形でですね、坊場住宅地を、今までですね紹介してきたんですけど、またですねこういった機会があったらぜひですね皆さんの、興味に合わせたりしてですねこのフライブルクの街中をいろいろですね撮影に回りたいと思います。それじゃあどうも、皆さんご清聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録していただいてですね、また皆さんの前でお目にかかれる機会があれば幸いに思います。それじゃあね、はい。